つなぎ駅は、熊本県足北郡つなぎ町岩木1223番地に、ある必殺オレンジ鉄道線の駅。駅番号は OR、OR11。つなぎ町では、唯一の駅である。八代方の自駅である、湯うまでの区間は、伏線となっているほか、その駅間、距離 8.7km は必殺オレンジ鉄道線の中で最長となっている。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。湯浦駅から東駅までは伏線である。駅舎は、つなぎ町商工会館を併設する。無人駅となっている。今の新駅舎が建築される以前には、国鉄時代から使われていた古い木造駅舎が建っており、駅舎内に駅長事務室を改装して作られた喫茶店、停車場が営業していた。 1968年に当駅と倉谷信号場間が複線化される前は、駅構内は単式ホーム1面と島式ホーム1面の複合型2面3線の構造であった。現在の1番ホームは貨物積み下ろし専用ホームで、島式ホーム側2線が運転停車を含む停車列車用の旅客ホームであった。現在の2番ホームの隣に線路が敷かれ、そこが旧2番ホームで、 現在の2番ホーム側が旧1番ホームであった。伏線化の際に用途廃止となっていた通過線の貨物積み下ろし用ホームを現在の旅客用1番ホームとして再整備の上新設し、旧1番ホームは下り水俣方面2番ホームとして整備され、旧2番ホームは用途廃止となり線路が撤去された。現在も旧2番ホーム側の移行は残っており、 一部の箇所には当時使われていた枕木が付設されたまま朽ちた状態で残っている。また、八代方は複線加工時前は当駅構内から染め竹踏切付近まではまだ染め竹トンネルはなく、線路は山に沿って迂回する形で敷かれていた。複線加工時の際、列車の高速化のために染め竹踏切と当駅の間に染め竹トンネルを設置して新鮮に切り替えた。 ことで、現在の線形になり、用途廃止となった急線は、住宅や道路用地に転用された。周辺は、住宅が立ち並んでいるが、田畑も多い地域である。国道3号に出てすぐ左手に、三考バス、つなぎ駅前バス停がある。日殺オレンジ鉄道の線路は、東駅の八代寄りで、九州新幹線と交わっている。湯の子は、東駅から約三キロメートルほど離れているが、 当駅からの交通機関は一切ない。つなぎ駅前国道3号上にある。このほか、水俣市役所当駅平国方面へ、町営デマンドバスも発着する。かつてはつなぎ温泉から、先の赤崎、平国、福浦、女島方面への路線バスが発着していたが、デマンドバスの導入に伴い2015年9月30日、限りで廃止された。開業時の地名が由来。 つなぎの地名は、非前国風土器の慶光天皇が大泊港に船をおつなぎになられたという故事に由来する。近隣に小つなぎという地区があり、これもおつなぎが由来である。臨時快速、オレンジ食堂の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。